学校法人森友学園の国の、補助金不正受給事件で、籠池夫妻がですね、逮捕されました。で、確かにこれは補助金の不正受給容疑ですから重大な疑惑なんですが、今日朝日新聞、不透明な国有地の売却、これこそが疑惑の根幹だというふうに書いてるんですね。で、大阪府豊中市の国有地が格安の価格で学園に売却された。それから小学校の名誉校長が安倍さんの奥さんの昭恵さんだったこと。原則公開すべき売却価格を財務省の近畿財務局が公表していないこと。これ問題の中心だと、こういうふうに言ってるんです。で、財務省はで、その後もですね、ゴミの撤去費用8億円を土地の価格から引いた根拠。それから定期借地権の契約を売買契約に変更して10年間の分割払いまで認めたという経緯を詳しく説明していない。そして交渉記録は廃棄したと繰り返していると。それから安倍政権もですね、近畿財務局長や昭恵夫人の証人喚問に応じてない。これ全部闇の中ではないかというふうに言ってるんですね。で、一方でですね、財務省は情報システムを更新するということで、データ消去に向けて職員のパソコンを更新して、着手の遅れは許されない状況は来てるぞと、こう知って言ってます。こんなことやってんですよ、財務省。で、一方、毎日新聞も社説で起こってまして、やっぱりね、安倍さんの奥さんが一時小学校の名誉校長に就いたことなどから、官僚がやっぱり政権の意向を忖度したというふうに指摘されてるんだと。だから昭恵さんから100万円の寄付を受けたという籠池容疑者の証言をはじめとして多くの疑問が残されたままなんで、昭恵さんを公式の場できちんと説明させたらいいじゃないかと。説明してないと、国会は引き続き究明すべきだと。これね、賭け問題と一緒になって、この、森友学園問題も闇の中っていうんじゃ許されない話になりますよね。今日のコメンテーター坂井浩一郎さんです。籠池前理事長夫妻逮捕ということになりました。そうですね、この森友学園というのは、まあ、2つ問題があるわけですね。大きくわけで1つは籠池容疑者側、はい、まさに、補助金の不正受給問題と、はい、でもう一つが財務省を含めた政治の関与という問題がありますね、はいはい、で今回の逮捕というのは籠池夫妻のみの、補助金不正受給事件だと、はい、で具体的には豊中市のですね、大阪のですね、国有地に、まあ、小学校を建設しますと、はい、その時に、まあ、契約書を出すわけですね、はい、で補助金を受けるんですけども、その契約書が実は3種類あったと、23億円、15億円、7億円と、まあ、水増ししてですね、はい、結果として、国の補助金およそ5600万円を不正に騙し取ったというのが、まあ、今回の逮捕の直接の容疑ですね、はい、まあ、ここは割と分かりやすい話ですね、話なんですよね、で、まあ、先ほどちょっとご紹介したんですが、この事件のやっぱり本丸といいますか、核心部分というのは、政治の関与ということになりますね。これもともとこの小学校の土地ですね、はい、官邸建ては9億5600万円ぐらいしたものが、8億円値引きされたと、はい、でその値引きの理由がゴミの撤去費だと、で結果として1億3000万円ちょっとで、まあ、売却してるわけですね、はい、でこの8億円の値引きの意図、はい、これが疑惑になってるわけですね。そう、普通ありえないことですものね。普通ありえないですよね、9億円してるものが8億円値引きされるってそんな買い物したことないですよね。そうですね、我々も買いたいんだ。本当ですよね。でなぜ疑惑を持たれるかって改めて申し上げると、はい、やはり安倍総理の奥さんの昭恵夫人が一時、名誉校長に就任していたと、はい、いうことで、まさに忖度が働いたんじゃないかという疑惑は、まあ、国会でも追及されたわけですね、はい、しかし結局その壁があったと、はい、その壁ってのは何かっていうと、まさにその財務省側ですね、はい、これ佐川前財務省の理財局長が公職記録なんかは破棄したと、それが先ほど お話であったまさに、システムの更新に合わせて職員のパソコンのデータも更新しちゃったと、それでな、破棄したとこう言ってるわけですよね、はい、しかしこの近畿財務省の職員らは
そもそも背任容疑で告発もされてるわけですね、はい、ですからこれ背任容疑っていうのがこれ疑いはあるわけですよね、はい、そこで破棄していいのかと、そういうことですよね、いう問題はあるし、それからそもそもその籠井氏からまあ交渉を一任されていた当時の弁護士はですね、財務省とこう財務局といろいろやり取りしているときに土地の買取価格について双方が具体的な金額を出して協議していたということを証言しているわけですね、はい、ということは、財務局側も近畿財務局側もお金をいくらでならいいですよってことを言ってるっていう可能性が高いってことでしょう、はいはい、そうより疑わしいってことがまず一つありますよ ね、 それからもう一つは昭恵夫人の、まあ、付き人、付き役の経産省の、谷紗恵子さんって方ですね、はい、この方が籠池前理事長とか、まあ、やり取りしてる、そのファックスが、まあ、現実に存在してるわけですよね、はいはい、で働きかけというかこれ財務省のまあ、国有財産審理室長へですね問い合わせも行っていると、はい、いうことで間に入っている、このファックスはもう見事に世の中に出ているわけですから、はい、もう疑いがいっぱい出ている、うん、でさらに言うと複数の政治家の名前もですね籠井氏側から出ているわけですよね、はい、学校建設の支援に関して、官僚も関わっているし、はい、財務省経産省、はい、政治家の名前も出ている、そこが疑いが晴れないままにですよ、疑いが明らかにならない 前に、これで終わるのかと、はい、なったら国民は納得しませんよね。